北昌人が滝は、山梨県北杜市の南アルプス国立公園にある滝。山を隔てた南昌人が滝と区別するために、北昌人が滝と呼ばれるが、元来は、昌人が滝といえば東滝を指した。日本の滝百選の一つ。北昌人が滝と九段の滝方を三山の一つで、ある地蔵が滝を水源とする、石空側にかかり、 標高線4 0 0メートル付近から数段にわたり落下する。落差の総計は121メートルとも180メートルとも推定され、鳳山山域中で最大である。付近を糸井川静岡構造線が走り、千雲河口岸の露出した断崖を流下していく。直下には工術の9段の滝があり、さらに下流にも1の滝、2の滝、 三の滝等複数の滝が続いており、石東川渓谷と呼ばれている。渓谷に沿って遊歩道が整備されており、駐車場から滝見台までは約40分。鳳凰山を進行する行者が大竹川を走行する経路を通る場合、この滝で再開目浴することからその名がついた。また精進は精進に通じ大岩壁を表す意味もある。実際、滝の右岸側には、 河口岩の大岩壁が、そびえつ。北昌人が滝の直下にあり、落差40メートル。末広がりの弾幕で、滝前には、美しい白車の浜が広がる。一周東側渓谷遊歩道終点にある、滝未来からは、上流の北昌人が滝と合わせ一望できる。ありがとうございます。